カリドリス・ピューサラは非常に小さな新一鳥である。俗名のカリドリスは古代ギリシャ語のカリドリスまたはスコロドリスに由来する。これはアリストテレスが灰色の水辺の鳥に使用した用語である。種商名のピューサラはラテン語で非常に小さいを意味する。この鳥はエローリアの他のスティントと分けられることがある。これらは明らかに 関係等のグループを形成するが、エローリア以前にリニーッツが提案されていたことがある。この鳥は体長13から15センチメートル、体重が約20から32グラムの小型のシギである。成長は黒い足と短く丈夫でまっすぐな黒いくちばしを持つ。胴体の上部はダークグレーブラウン、下部が白色であり、頭と首は薄い灰色がかった茶色である。 この鳥は、類似する他の小型シギ地通り類、特に、姫浜シギと見分けるのが困難な場合がある。これらは総称して、ピープ、または、スティントと呼ばれる。彼らの繁殖地は、カナダの南ツンドラとアラスカの水辺である。彼らは地面に巣を作る。オスはいくつかの浅い擦り傷を作り、メスは一つを選択し、草などの材料を追加して、巣を並べる。 メスは4個の卵を産み、オスは孵化を助ける。数日後、メスはオスと共に幼鳥を残して巣を去る。幼鳥は自ら餌を得る。この鳥は干潟で餌を探し、四角とくちばしの触覚で食べ物を拾う。彼らは主に水生昆虫や甲殻類を食べる。この鳥は長距離を移動する渡り鳥であり、南アメリカ沿岸で越冬し、一部は 米国南部に行く。彼らの群れは数十万に達することがあり、特にファンディワンやデラウェア湾などの工場圏の休止場所に移動する。ごく一部は定期的に西ヨーロッパに飛来する。これらの鳥は非常に多数であるが、渡りの間、少数の主要な立ち寄りの生息地、特にファンディ湾の一部である、シェポディ湾沿いのメアリーズポイントとジョンソンズミルズに、 大きく依存している。7月と8月の間、カナダ自然保護局は、ニューブランズウィック州のジョンソンズミルズでこれらの死日取り、類に関する情報センターを運営している。ありがとうございます。